一昨日行われた衆議院の予算委員会。今のさまざまなニーズを考えると、これを本格的にこの制度を考えなければいけない。地理試験、本当にこれからもやり続けるんでしょうか。時代に合ったやり方を廃止も含めて早急に検討させていただきたいと思います。一部地域で課せられている地理試験についても、タクシー不足の要因の一つではという指摘もあり、導入に向けてさまざまな議論が進むライドシェア。そんな中、新たな交通サービスが今続々と生み出されています。ジャパンモビリティショーに来ています。こちらの車両、完全無人の自動運転タクシーなんです。昨日から一般公開が始まったジャパンモビリティショー。その中でも注目されているのがクルーズオリジン。ホンダなどが開発した自動運転専用車両です。運転席がなく、最大6人が対面となって乗車が可能で、配車から目的地の設定や支払いなどは全てスマホアプリで完結。2026年に東京での走行を予定しています。なんか全部自動になっていくのを見て、なんか時代の変化を感じるっていうか思いました。今ドライバーさんがね、なり手が少ないっていうので、だこういうのがあれば便利になっていいかなと思いますよね。さらにタクシー不足などを補う手段として注目されているのが AI オンデマンド交通モビ。一体どのようなサービスなのか。アプリ上で乗りたい場所、降りたい場所をご選択いただいて、はい、AI が最適なルートを選択して皆さんを送迎するようなオンデマンド交通というサービスになります。使い方は簡単。アプリから乗車するポイントを選択し、目的地を決定。人数を選択すると所要時間と料金が表示されます。最後にモビを呼ぶをタップすると、はい、ドライバーとマッチングしました。あ、呼べましたね。あ、車の位置が出ました。あ、この車が来るとナンバープレートも書いてある。へえ、わかりやすい。豊島区では大塚駅を中心に半径2キロ圏内におよそ150箇所の乗車ポイントがあります。モビの位置はリアルタイムで確認できるので待ち合わせも安心です。そして待つこと5分。来ましたね、はい、これですね。おお、ワンボックスカーなんですね。へえ、お邪魔します。おお、広いですね。早速目的地の大塚駅へ向かいます。モビの車両とドライバーはタクシーやハイヤー会社が担当、安全管理もしています。料金の仕組みってどうなってるんですか。そう、はい、そうですね、1回乗車ですと300円で、あと、30日間で5000円というサブスクの人気のサービスもございます。料金は30日間乗り放題で5000円。さらにエリア内であればどこへ行っても乗り降り自由。この安い料金設定が人気の秘訣です。どうしてそんなに安くできるんですか。そうですね、相乗り型の交通になりますので、他の方と交通をシェアしていただいて、はい、皆さんで移動していただくことによって安くご提供できております。モビは最大8人の相乗り制。予約が入ると AI がルート上にいる乗客をマッチング、自動で最適なルートをナビします。だから安くて早い。利用客からは、子供がいるとこういう風が強い日とか雨とかそういう時にこういうのがあると通院とか買い物すごく私は助かってます。乗り放題なので経済的にもすごくリーズナブルなのですごく助かっています。
そして走ること10分、大塚駅に到着。モビが豊島区を走り始めて1年半、今後の展望について。全国各地いろんな地域で免許返納の課題ですとか、ドライバーさんの不足ですとか、いろんな交通課題がありますので、モビが解決できる一つの手段として活用いただけるように展開できればなと思っております。